い、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。信長の野望創造戦国歴史伝、徳川将軍家に歯向かう物語、続きをやっていきましょう。で、前回ですね、駿府城、まあ駿府館ですね、家康が最後に居城にしていたこちら駿府館で、徳川将軍家の大軍を迎え撃ったわけなんですが、さすが将軍家、ご詰めが到着するということで、一旦朝廷の権威を使って和睦和解停戦に持ち込んだというのが、前回の最後になります。今回はね、その続きということでプレイの方をしていきたいと思っています。今見ると連動が70になってますね。これをもうちょっと上げておくと、まあ敵の進行を組み止めやすくなるのかなという気もするんですが、まあ、まずはね、連動を上げていくっていうこともしつつ、駿府館の修復ですね、一度攻撃を受けて城門を破壊されてますので、そこの修復もね並行してやっていきたいと思っています。で、あとですね、朝廷の意向を使ったので、再び朝廷外交をして朝廷の信用信頼を100まで貯めておかないと、またいざという時に和解ができなくなりますので、最優先で朝廷外交はやっていきましょう。で、外交朝廷を入れたので、あとやっておくのは、連合を組むのはね、前回最後にお話したようにちょっと危険な雰囲気も少なからずあるというところがありますので、どちらかというと今は整備ですね。まあいざ攻められた時に素早く軍勢を援軍として差し向けるための街道の整備しておきましょう。まあ街道を整備すると逆にね、攻め込まれる時も攻め込まれやすくなるというデメリットはあるんですが、少なくても領内に関しては整備しておいた方がむしろいいかなと思いますので、整備しておきましょう。あと陣将をね、築いておきたいんですけど、陣将を築ける場所がないと言われていて、陣将が築けないので、かといって築城をしても守る武将もいない、資材ももったいないっていうのがあるので、ここはね一旦見送っていきましょう。で、整備が終わったら、今度は駿府館で、先ほど見てもらった連動を上げるために連兵所を作っていきましょう。ご命令を。先月の収支です、報告します。今ものすごい勢いで今何かを閉じてしまったぞ。一部の武将の能力が上昇したっていうのでいいんだよね。なんか重要な情報を見逃してひどい目に遭うっていうのは嫌だったので、一応確認はしました。ご命令を。先月の収支です、報告します。吉田城は今それこそ連動はどうなってるんだ、ちょっと確認しましょう。連動は46か、まあ、このあと連動が上がってくればまあいいかなってとこかな。そしたらここは無難に武家町を作っておきましょうか。どうしてもそのいわゆる武将の数に関してはいくらいても足りない。あとは武将を確保するための密談ですね。今は和解中なので、徳川宗家に関しては密談を送り込めないですね。で、あとはですね、その城を攻撃された時に強撃できるように強
攻撃するための街道の整備にも余念なく対応はしておいた方がいいかなと思っています。取り込みできるけど取り込みするよりかはいざという時に、軍勢を派遣してもらった方がいいのでこのままにしましょう。では重傷も気づけない今となっては整備ですね。当主自ら、しかも幼い当主自ら、整備余念がないですね。よし、これ直勝を次のターンで引き抜きましょう。長井直勝さんを我が陣営へと迎え入れましょう。引き抜きはできないのか。じゃあ謀反を起こしてもらってこちらの味方に加わってもらいましょう。おー、東道高虎、そうか、尾張に召し抱えられたんだな。そんなところにいないでこっちに来い高虎よ。なんか合戦が起きてますね。助立ちいたす。飯田城が我が方についたか。ここは援軍を差し向けましょう。急ぎ、腕が鳴るぜ。相手は真田か。まさかこんなにあっさり飯田城の城兵がこちらについてくれるとは思わなかったな。飯田城までのご命令を報告します。報告します。道も整備が必要ですね。こうなってくると陣所も築けるね。よし、ただ今は街道の整備が最優先だ。ここはまだつながってないんでこのままでいいでしょう。急いで軍勢を派遣しないとな。いやー、この寝返り工作を地道に続けていくしかないな。で、飯田城に、今取ったばっかの飯田城に1万1000だってやってくれるな徳川ね。いや、自分も徳川か。どうしよう、飯田城の防衛に兵を出すべきなのかどうかだな。一旦真田とはうまい具合にしておきたいけど、そうか、豊臣は今尾張藩に囲まれているんだな。こうやって見るともう本当に全面的に囲まれてますね、敵に。さて、この飯田城を守りきれるかどうかだな。停戦をするにはどうすればいいんだ。真田隊は絶対に退けられるんですよね。
今何としても守らなきゃいけないのは徳川宗家が攻めてくるんで、これをなんとかね押し返さなきゃいけないんだけど、押し返すための軍勢がない。掛川城からも軍勢を出すか。掛川城からも出せば守りきれるかなって気がするので、徳川軍が引いたか。いや引いてないね。飯田城に迫ってるね。よし、飯田城でじゃあ迎え撃ちましょう敵を。飯田城に8900か。来るね月々に。真田隊は帰っていって飯田城に軍勢が迫ってるね。まあ格好撃破していくしかないかな。飯田城の防御力はというと、点数3000、連度40、耐久3500か。回収状況は空吹きも、厳しいね。これは最悪退路を断たれる可能性もありますね。尾張藩が参戦してきた場合は。止まれ。ギリギリまで手替え敵を引きつけましょうか。この飯田城は絶対に守りたい。ここで尾張藩と徳川宗家がねいざこざを起こしてくれたりなんかすると、一気にね、新しい動きがありそうなんですけどね。そんな気配は全くないしな。67か。これを見るとどうだ、4ヶ月かかるわけだな。4ヶ月かかってってことは4ヶ月間城を守らなきゃいけないんだけど、4ヶ月間も敵守りきれるかっていうとちょっと厳しいよね。かといって増援を出すにもな。さてこの飯田城どう守るか。敵の総数は丹羽長重隊が2400で、ここの尾張藩に関しては今のところ攻めてくる構えはないので、気をつけなきゃいけないのはこの向かい隊4300、さらに鳥居成次隊7400、約合計1万5000か。これを迎え撃つ我が方も1万5000、まあ、城の防御力を頼りにすれば、まあ、なんとか守りきれるかなっていうね、ちょっと微妙な本当にギリギリの戦いになりそうですね。しかもこちらには5つ目を出す余裕がないので、4ヶ月間まずは粘り切る。でその上で停戦に持ち込むかな。さああとは伊達がどう動くかですね。街道の整備はしっかり入れときましょう。軍勢をちょっとでも早く送り込みたいっていうのが今の事情でも明らかになりましたからね。出陣する。
さあ、では回線して、まずは縄文で敵を倒しましょう。城は三つか、やっぱりもう一部隊欲しいね。承知いたしました。かかれ、いざ参る。やってくれるな。任せておけ。することなく戦い抜くのだ。かしこまりました。城門はあっさり破られるね。新速で追撃を受けるか。敵を挟み撃ちにしましょう。城門が破壊されました。我らが行くぞ。迅速に迫ってくるよね。任せておけ。城内に侵入しました。これで終わりよ。承知した。戦の仕方を教えてやる。よし、援軍が来たぞ。味方も、いやー、そんなところで色を立てないでよ。意味がわからん。何してくれてんだ。ここは一気に挟み撃ちにしましょう。敵の追撃が、発音がどんくらい来るかだな。庭長重、向井、奥村助右衛門。うわー、奥村助右衛門が来るのか。花の刑事ではね、かっこよかったですけど、ここで見るとなんかしょうもないやつに見えますけどね。さあ、さらに敵の増援1万。なんとか耐えられるかなって感じかな。ただ3方向から攻め立てられる感じになりますね。ご命令を報告します。修復はかけてる意味はあまりないので、回収も意味はないな今はね。陣所はまあ立てておきましょう。今のうちから朝廷外交が76、あと3ヶ月。さあ、ここをどう戦うかですね。そうなると何、さらに伊田城に対して1万5400か。いやー、なかなか厳しいね。敵の数も。3方向から攻め立てられるのか。これはあまり良くない傾向だけど、
合戦に持ち込むと結局城門がもう破られてますからね今。他こちらになびきそうなやつはいないか。何駿府館27,500。いやこの27,500はきついな。さあ27,500か、かつてない軍勢の数だな。秋田隊、名古屋隊、伊那隊か。さあこれを迎え撃つ駿府勢は兵数が9700、武将の数は3人いるので、まあ2部隊に分けて出すしかないですね。4000ずつ、1万の軍勢でなんとか3倍の敵を食い止めるしかないな。で問題はこの飯田城なんですよね。飯田城は放棄せざるを得ないのかな。浜松からの増援が間に合うとも思えないしね。とはいえ一応は出しましょう。いや真田と停戦する意味ないしね。今停戦したいならね、将軍家と停戦したいんですよ。将軍家と停戦するにはやっぱり朝廷の権威なくして不可能ですね。さてどうするかな。ちょっと一旦ここで全国の状況を見るとどうだ、九州は島津がほぼ制覇、中国地方は毛利と福島ですね。四国に関してはもう動きはなさそうですね。で畿内に関しては終わり。終わりはどうなんだ、相当な力を持ってるけど、今下手したら将軍家よりも力ありますよね。将軍家に関して言うとこの北関東は兵力空白地帯ができてるもんな。これはなぜかというと飯田城に軍勢を送り込んできてるからか。これ飯田城はもう放棄した方がいいな。伊達もねちょっと今力不足だな。会津若松蒲生から奪い取った徳川軍が次の標的になるのがいよいよ伊達と将軍家がぶつかりますね。この感じだとでさらにその北は佐竹。ここは飯田城に戦力を割くよりかは駿府館の防衛に全力を尽くした方がいい気がするな。ちょっともう一回後で確認はしたいなと思うんですが、朝廷外交を使ってなんとか駿府を守るために手を尽くしましょうというところでですね、まあ、ちょっとキリがいいので少し短いんですが今回はここまでにして、次回ですね、徳川将軍家からなんとか領地を守りましょうっていうね、戦いを皆さんと一緒にしていければなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。